い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、東京オートサロン2019開催記念トミカのトヨタ CHR を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカは東京オートサロン2019開催記念トミカのトヨタ CHR です。ボディカラーの方はピンクのメタリックだね。すごく綺麗な発色になってます。でフロントの方を見ていくとこんな感じだね。中央にトヨタのエンブレムがプリントされてあって、ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってます。グリのこういう部分もかっこいいね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。東京オートサロン2019ってプリントがされてあって、ロゴもプリントされてあるね。でルーフの部分を見ていくとこんな感じになってます。助手席側はこんな感じだね。特にこの面にプリントはされてないけど、下の部分がブラックで塗装されてあって、タイヤのこういうフェンダーの部分もブラックで塗装がされてます。 SUV らしいね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはトヨタのエンブレムと、この部分には CHR のロゴがプリントされてます。この部分にもハイブリッドのロゴがプリントされてあるのかな。で運転席側はこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくと、でこのリアのスポイラーの部分は樹脂パーツになってて、これはピンクで塗装がされてあるね。内装の部分はこんな感じだね。ブラックで少し見づらいけど、結構しっかり作られてる内装だね。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。ホイールは通常版のホイールだね。でそれ以外ドアの開くギミックはないけど、リアの開閉アクションがあります。で裏の方を見ていくと、トヨタ CHR 2016年の写真になってます。でインターネットのサイトとかで見てるとピンクのソリッドかなと思ってたけど、ピンクのメタリックだね。すごく綺麗なカラーリングになってます。でトヨタ CHR っていうと、いろんなシリーズで採用されてるトミカの車種だね。新しいカラーリングが1台増えてよかったです。箱の方は正面のパッケージに CHR の写真だね。この部分に東京オートサロンのロゴがプリントされてます。で側面の方はこんな感じだね。で裏の方はこんな感じになってます。はい、今日は東京オートサロン2019開催記念トミカのトヨタ CHR を紹介しました。でこのトミカでいいなと思ったのは、やっぱりピンクのメタリックっていうのは光に当ててみるとすごく綺麗だね。発色がすごく綺麗で見栄えのするカラーだと思います。でこのトミカと同時に発売されたこちらのモデルは、またリンクを貼っておくので、またそちらの方からご覧ください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。